国内は騙せますよ。科学的に問題ないことが証明されましたということを言い続ければ、あなた科学分かってないねってことで口封じはできるんですよ、言って。けれども海外騙せませんよ、これ。世界は騙せない。おそらく30年つってるけど、そんなんじゃ済まない。だってデブリを取り出さなきゃ汚染水は作られ続けるんでしょ。デブリ取り出しまでにどれぐらいかかるって言ったら数百年レベルですよ。数百年汚染水を流し続けるっていう前提でもう始まっちゃってるわけですね、おそらく裏テーマとしては。次期国政選挙で20議席以上を応援したいと思います。原発汚染処理水について食材環境どうなるのか。ありがとうございます。今8議席ですけど、20になった場合にはこれ結構野党は嫌でしょうね。与党が嫌なんじゃないんですよ、野党が嫌なんです。どうしてかって言ったら、今の野党はぬるい政治しかしてないから、最終最後は手結ぶんですよ、机の下で。だから30年国壊れてるんですよ。徹底的にやらなきゃダメなんですよ、たとえ何言われようと。だって叩きまくられてますよ、私たちなんて。もう完全に私なんておそらく、ありがとうございます。拍手される方々、本当に同類を見つけたような気持ちになってテンション上がります。ありがとうございます。話戻ると何かって言ったら、野党が与党を倒すんだっていうみんなに期待が持てなかったら政権交代なんて起きるわけないんですよ。で、自民党を倒すのが維新だって言ったら、これ自民党よりもっとひどいんですよ、中身は。新自由主義でかなり、だって竹中平蔵集団ですから。だからこれじゃ意味ないんですよ。だからある意味でこれから政界内っていう部分は、永田町の中っていうのはいろんな多分離れたりくっついたりってことが先々あると思うんですけど、やっぱりそこで徹底的に戦うんだという集団をやっぱ大きくしていくしかない。そのための礎として次の選挙で今言われたような20議席を取れるような状態になったら、これは本当に大きく前に進むだろうなというふうに思います。20に増えた場合には当然他の野党は私たちを絡めていかないと前に進めなくなっちゃうんですよね。ここが非常に重要だってことです。もう一つ汚染水処理水の話ですね。トリチウム水っていう名前にたまに変わるんですよ、処理水、トリチウム水で。トリチウム水ってものに対して違和感ないですか、この呼び方ってことを大臣に聞いたことがあるんですよ。汚染水と呼ばれると怒られるんです。違う、それは処理してるから汚染水とは呼ばない。その、処理水というものに対してトリチウム水と呼ばれることもある。どうしてトリチウム水って呼ぶんですかってことなんですけれども、問題はトリチウムしかないですっていうふうに、これは勘違いさせるためのプロパガンダなんです。かなり手が込んでるってことです。おかしくないこの呼び方ってことを国会の質問で、聞いたんですね、復興大臣に。トリチウム水と呼ぶことに対して大臣は違和感ないんですか。トリチウムと呼ぶことに違和感はございませんみたいなこと言うんです。まあ、要は何も考えてないってことですね。何が問題かってことなんですけれども、通常の原発、事故を起こしてない原発と、そして福島第一原発、東電原発とは大きく違う、比べちゃダメなんです。事故を起こしてない原発から排水されるものと、今国が海洋に投棄しようとしているものは全く中身が違うんだってこと。そりゃそうでしょう、だって炉心に触れたりとかデブリに触れたりとかしてたくさんの汚染を抱え込んだものをタンクに溜め込んでっていう状態ですから、問題はトリチウムだけじゃない、当たり前のことなんですね。どれぐらいの核種が中に入っているんですかってことなんですけれども、210種類の放射性核種が水の中、汚染水の中に含まれていると想定されるなんです。どうして想定されるってことが言われるかって言ったら、全部測らない、測れないんです。だから机上でいろいろ計算をした結果、210種類ぐらいなんじゃないのみたいな感じ。アルプスというもので、ある意味でこの汚染を軽減できるというような浄化って彼らは言いますけれども、それが62種類。普通にさっぴいたとしてもあと100何種類どうなってんのって話になりますね。で、彼らが言ってるのは何かって言ったら、力が弱い、影響力がない、そんな放射線はもうカウントしなくていいんだって言ってるんです。カウントしなくていいって言ってるものに対して、あとあと影響力が思ってたよりも強かったってこともあるんですよ。だから彼らが測らなくていいんだって切り捨ててるもの、この中にもそうでないものも含まれる可能性があるし、何よりもタンクの中に入っている汚染度合いっていうのは全部平均ではない可能性が高いんですよ。どうしてかって言ったら、一部しかデータ出てこないからってことなんですね。こういったことを世界中から突っ込まれまくってるんですよ。
これ海洋生物学者だったり海洋学者だったりさまざまな海に関わる方々からデータの出し方が十分ではないと。日本政府と東電ともやり取りしたけれども、かなり逆に言ったら邪魔してきとるというような、感想が漏れてきてるんですね。太平洋諸国の首脳会議、太平洋諸島フォーラム、PIF の専門家パネル、放射線、海洋環境の専門家などで構成される、まあ、こういう人たちがメインメンバーで日本にも来てはるんですね。何かと申しますと、例えば昨年8月に、先ほどの PIF のパネルの方々が公表したペーパーですね。東電の測定評価方法について厳しい指摘が並んでるんです。どういうことが書かれてるか翻訳です。東京電力の貯蔵タンクの中の特定の放射性各種についての含有量に関するソースタームの知識は極めて不十分。タンクの一部のみがサンプル測定され、PIF と共有されたデータではサンプル調査のほとんどのケースで対象となる64各種のうち測定されたのは9各種である。世界中の科学者だったりいろんな人たちが集まってきて、これちょっとちゃんとやれてるかってことをチェックさせてくれと、データくださいって言ったんだけど、出てくるデータがあまりにも偏りすぎてると、ちょっとしかもらえないじゃないかと。東京電力の測定方式は統計上不十分であり、偏りのあるもの。この測定結果は防水タンクの中身を、貯水タンクの中身を実態を反映するものとは認めにくい。この測定方法は貯水タンク内の放射性各種の内容について統計上信頼できる推定値を提供できるものとして設計されているようには見えない。頭のデータがちゃんとなければ、いろんな機械を通して除去しましたって言ったとしても、最初のものが最終的にどうなったのかっていうようなことも不安定になっちゃうわけですよね。本当にそれが効果があったのかどうかってことも、ちゃんとデータが揃わないと、それは分からないっていうことなんです。そのような振る舞いをしてるってことです。ストロンチウム90のような放射性各種は、海洋生態系において、桁違いに再濃縮される可能性があることを考慮してない。プランクトンが食べます。プランクトンの体の中でその毒が強まります。そのプランクトンを食べた小魚、小魚の中でもさらに毒が強まりますみたいな、この食物連鎖と生態濃縮、こういったことをほとんど考慮されてないのに海にそんなに流すのかって。何よりも流す中身に関しては1リットルあたりこれぐらいだから問題がないって言われてるけど、そういう話じゃないんです。飲料水の基準で云々の問題じゃなくて、それだけの毒を海に流した場合に、その海洋生態系にどのような影響が及ぶかってことをやっぱり考えなきゃダメなんですよね。そういうこと考えない、考えたら流せなくなるってことです。まあ、こういった科学者たちも、日本政府、東電とはもうやり取りが不可能だっていう状態で、もういろんなメディアに対して自分たちのこういう状況だったってことを発表してるってことです。サイエンスインサイダー、ジャパンタイムズなどなどに、処理水中に何がどれだけ含まれているのか、実際のところ私たちは知らないのです。調査しに行って政府や東電などといろんな話をしてきたのに、その調査に行った人たちさえも、その実際のところはわからないんだ、というようなことになってしまっていると。東京電力はタンク全体の4分の1だけから微量の水をサンプル測定しており、トリチウムの他はごく限られた数の放射性各種の濃度を測定しているに過ぎないと。まあ、とにかく、これら各種を除去するシステムがどの程度の効果を発揮しているのか疑問が生じている。まあ、もうとにかくそんなことが山積みなんですね。いろんなことが言われていると。他にも、全米海洋研究所協会とかですね、いろんなところからもこれまずいと、ちゃんと明らかにしろというようなことをさまざま言われています。全米海洋研究所協会、安全であることを裏付ける適切で正確な科学的データが不足していることを理由に海洋放出に反対の声を、声明を発表していると。何かしたらちゃんとデータ出してないんですよ。国内は騙せますよ。科学的に問題ないことが証明されましたということを言い続ければ、あなた科学分かってないねってことで口封じはできるんですよ、言って。けれども海外騙せませんよ、これ。世界は騙せない。この状況を数十年にわたって流し続ける。おそらく30年つってるけど、そんなんじゃ済まない。だってデブリを取り出さなきゃ汚染水は作られ続けるんでしょ。って考えたらデブリ取り出しまでにどれぐらいかかるって言ったら数百年レベルですよ。数百年汚染水を流し続けるっていう前提でもう始まっちゃってるわけですね。おそらく裏テーマとしては。かなりやばいことをやろうとしてると。この汚染水にしても様々間違ったこと、この国の破壊、信用を失うようなことにつながるようなことを進められたことは、これはやっぱり取り返すしかないんですね。
それをやめさせるしかないんですよ、政治の力を使ってってことですね。そのために今段階であろうと、すぐにでは無理だとしてもそれは必ずやるというような考えです。すいません、汚染水は流しちゃいけない、流さずに、保管をし、そして放射性物質をより捕捉するような技術を開発していくしかないんですよ。それがこれだけの公害事件を起こした国の責任であろうというふうに思ってます。